こんにちは、ジョン・カビラです。コナミカップ第3節、本日の対戦カードをご紹介します。日本対スウェーデン。青いユニフォームをまとった選手たちが入場します。日本、気のせいでしょうか、選手たちの表情が硬いようです。情報です。本日の入場者数の公式発表がありました。その数なんと62,863人。すごいですね。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。パスを回す、シュート、さあどう攻めるのか。繋いで、さあどうする、ミドルシュート、ここはスローイン、当たり負けしません。中谷頭で合わせた、ゴール、エクセレントなゴール、スウェーデン。試合の均衡を破る1点が入りました。スロー VTR でご覧ください。前半終了、試合の途中経過をお伝えしましょう。1-0、日本1点のビハインド。
ス。シュート。コーナーキックを得ました。ディフェンダーのマークがきつくなります。さあどう攻めるのか。ミドルシュート。ゴールキックです。ヘッドでつないで、短くつないで、シュート。さあ、そこか。奪って、パスを回す。ドリブル。当たりまくしません。短いクロス。繋いで、さあどう攻めるのか。短く繋いで、ディフェンス、シュート。ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。接戦でしたが、スコアは同点のまま終了しました。皆様、お楽しみいただけたでしょうか。実況はジョン・カビラがお送りしました。それではまたお会いしましょう。さようなら。